誰か獲物を見つけたんだ。レオリオ、クラピカ。やっぱりダメだ。お前はもう6点揃ってるからいいけどよ。いや、君たちのプレートをくれないか。今、2点分と言ったな。質問しているのは僕だ。条件次第だ。1点にしかならないプレート。レオリオのナンバーは403番。ターゲットが重なることはないから。僕のターゲットじゃないね。問題は他の2枚だ。私のプレートは渡せない。君の番号はいいだろう。ここに置く。安心しなよ。これも外れか。どころかもうチャンスはないってことじゃないか。動かないでね。今度はこっち。頑張って探しなよ。気づいていたのか、深く。この試験に早抜けはないのさ。そうか。あとたった1日。よし、行ってみよう。無理無理。お前はもうプレートを集めたのか。敵はあらゆるタイプの薬を使うんだろ。そのために来たんだから。もちろん俺が行く。俺がいいって言うまで。それはダメだ。同盟を組んだ以上。なんだとこら。それなら文句ないでしょ。勝手にしろ。ここは行くしかねえよな。あなたのターゲットは意味ないよ。トリ、俺のターゲットはポンズ。あなたはここから出られない。どういうことだ。入ってきやがった。一匹の毒はそんなに強くないと思う。もうお分かりかな。それって納得いかないな。俺の方が上のはず。資質で俺がゴンリを劣っている。戦い方も単純明快。それでは最終試験を開始します。マスターです、よろしく。もちろん気づいてたけど。あえて言うこともないと思っていたんだが。なもん気づくわけねえだろ。まあ当然のことだが。あは聞きたいことがあるぜ。気絶させてもカウントは取らない。こいつはちっと厄介かもな。ゴン、やったれ。認めるぞ。子供にしちゃ上出来だ。俺なら軽く避けられるぜ、あの程度。俺、目覚ましな。気分最悪だろう。意地張ってもいいことなんか一つもないぜ。誰が言うもんか。それでも言うかよ。分かってる、分かってるよ。一風変わったどころか。ハンター試験の最中だったんだ。くっつきますよ、佐藤さん。あとは君次第ですよ。大事なのは君ならそれができるでしょう。他の人はどうなったの。試験は終了しました。誰が落ちたの。キルア氏です。君が気を失った後。なんという音。それは変わらんよ。なるほどな。わざと負けたの。わざと、信じられるか。あえて範囲を上げるならそんなとこだ。わかりません。音
ロシが負けを宣言しました。あんたとは戦う気がしないんでね。久しぶりだね、キール。兄貴って、キルアの兄さんだったの？いや、キルアの兄貴。まあね。母さん泣いてたよ。キルアの実の兄、家の怒りに満ち溢れていた。キルアに謝れ。そんなこともわからないの？こいつ。もう謝らなくていいよ。キルアを連れ戻す。自分の意思じゃない。明らかに不自然だった。殺人は日常のことで。問題なのは彼の失格は妥当ではない。証拠は何もない。一体何を言われたんだ？お互いの余力がある状態で変だろうかけられたんだろうな。あんたの合格も相当不自然だ。答える義務はない。なくても責任はあると思うぜ。ないな。何？おいおい、どうだっていいんだそんなこと。自分の合格に不満なら、それより無理やり人殺しをさせていたならお前を許さない。さて諸君、ゴンの言った通り、ルアの不合格は変わらんし、説明会を再開いたします。すげえ。一緒遊んで暮らせるはずです。再発行はいたしません。目に向かって前進してください。ギタラクル、キルアの居場所を教えてもらう。本当に連れ戻す気？絶対に連れ戻す。後ろの二人も同じかい？当然よ。キルは自宅に戻ってるはずだ。ククルーマウンテン。ククルーマウンテン？いいのかい？別に隠してないし、折れてるよ。うわ、心配すんな。大丈夫？知らないよ。なんだ今のは。俺たちここに残るんで。誰も訪ねてきやしない。あんな連中は来てくれて嬉しいよ。とにかく中には入れられません。 あなたはなぜ無事なんですか？いいとこつくね。わざわざ鍵付け。その通り。押しても引いてもびくともしねえ。まあご覧なさい。資格なしってことです。ミケなら大丈夫。来てね。こんなもん動かせねえぞ普通。扉が7まであるでしょ。16トンだよゴン。お分かりかね。おじさん、鍵貸して。友達に会いに来ただけなのに。俺は侵入者でいいよ。貸してくれなくてもいいんだよ。友達を試すな。変だよ。君の言う通りだと思います。私も同感だ。残念ですが。もしもし、ゼブロです。はい、すみません。はいはい。キルアに会うために、彼らが連れて行かれる先に、心は私が使用人の家に座っていきなさい。さあ、どうぞ。おい、戻ったよ。彼はシークだ。こんばんは。あ、びっくりすぎな。今日はおじちゃんに会いに行くぞ。忠告しといてやるよ。簡単にたどり着けないことは分かったよ。俺は帰らない。そばにいたら絶対にキルアを止めたのに。俺の大切な友達なんだ。わかりました。いいですかゴン君。でも訓練次第では不可能ではない。試されるのは不本意だけど、他に方法がないのならやるしかねえな。来てもらうものがあります。重さ、それで50キロあります。慣れたら徐々に重くします。はっ、お茶をどうぞ。その湯飲みは20キロ。これが特訓ということか。3日で値を上げるのがオチだ。ひょっとして？もちろん500キロあります。 500！ カルトちゃん、かけ。ダメだよママ。もっと気を据えなくちゃ。ゴンとかいうやつ来てる。また余計なことを。今まで黙っていたのか。お前はお黙りというのに。開くぞ、ゴンなら開く。それは素晴らしいわ。ここまでたどり着く。待てゴン。まずは腕を直すことが先決だろう。行くぜクラピカ。ああ、
悪いに決まってるだろう。まだ特訓は始まったばかりだ。